この種つものって、今後の言葉で種のものっていう意味があって、これじゃあ、あの食用油脂も絞ってるんですけども、その食用油脂も種から絞るものなんで、じゃあこれを食品のブランドにして、やっていったらいいかななんていうことで、雑穀関係、穀物関係、あとは食用油関係ずっとやってきた中で、やっぱそれをあの体にいいっていう、本当はそういう食材なんで、やっぱそういうものをあのこの福島のこのやっぱり放射線量がやっぱり高いっていうこの状況の中で、少しでもそういう体にいいものを食として提案できる、食べられるっていう店をやっぱ作りたいなっていうところで、あんまりこう最初から豆とか五穀とか十穀とかってこう言ってしまうと、なかなか今の若者をはじめなかなかそういうものに縁がない人っていうのはなかなかこう口にしてくれないっていう部分があるんで、そういうものをさりげなくお料理の中にこう入れて、実はそれはこういう体に免疫力が高めるんだよ、体内排泄があるんだよ、やっぱそういうことを少しでもこう分かっていただきたいっていうような店作りをしたいっていうところですね。風評にあってるものの販売促進と、あとは販売促進にあたっての安全性、検査機械を導入してとりあえず全量検査をして科学的数字をまず立証する。でそれを、ウェブ上なり、あとはこういうステッカーを作って、分析済みっていうステッカーを作ってその商品に貼ってあげて、でそこに QR コードっていうバーコードをつけて、その消費者が自分でこの食べ物、あとは農産物はどういう測定方法で、どういう、どういう栽培方法で作られたものか、あとはどういう測定方法で何ベクレルだったのかっていうのを全部こう公開見えるようなシステムも一応原発も作ったんですよね。皆様にはやっぱりその地盤のものをやっぱり少しでも消費してもらうことが、この福島の農と食のやっぱり根本的な僕は再生だと思ってるんですよね。県外の人も普通に来ていただいて、普通に遊びに来てもらいたいです。それだけです。